忍メイル第3話だカンバルするが荒ぎ先輩のアドバイザーだアドバイザーではないなアドバイザーよりはまだしもエロ奴隷の方が存在としては近しいかもしれんな今回はまあまあ常守備に運びはしたけれどうぬに煽られてそそのかされて「よっしゃあやらずに後悔するよりもやって後悔する方がいいぜ」って特攻した挙句当たって砕けたやつそこそこおると思うぞ 別にやらずに後悔するよりもやって後悔する方がいいとは私は思っていないけれどなあの言葉はむしろ嫌いだそうなのかウヌの気質には合ってそうじゃがのやって後悔するべきくらいまで言い切ってくれればまた話は変わってくるがなどちらかといえばやった方がいいみたいな相対論で言うのはやめてほしいといったところで第3話の冒頭では荒木先輩と千尋ヶ原先輩がラブトークを繰り広げているというわけだわ ラブトークかどうかはともかくまあ先ほどまで繰り広げられていたわしとウヌのトークに比べれば穏やかなものじゃの戦場ヶ原先輩も丸くなったものだ昔だったらこんな甘えた電話がかかってきたら暴言の嵐だよどんな彼女じゃとはいえタイミングを読み解くとこれはこれで戦慄のシーンなのじゃがなこの時このツンデレ先輩は危うく虎に焼かれかけているのじゃから燃やされるかどうかの瀬戸際におるのじゃからそうだっけ あそうなるのかあだってこのあと羽川先輩から荒々木先輩にメールが来るのだしなそうなぜか我が主様の衣装を着て我が主様の部屋で撮影された写真が送られてくるというある意味怪奇現象以上の怪奇現象が起こるのじゃ荒々木先輩にしてみれば念願の羽川先輩の私服なのだな歌舞伎物語から数えて数々の修羅場をくぐってきた荒々木先輩へのささやかなご褒美といったところだろうか 11年前に飛ばされたり交通事故にあったり世界が滅んだり暗闇に飲まれそうになったり友達を亡くしたりビルで火災にあったりサルカニ合体と戦ったり BL 本買いに行かされたり暗殺されそうになったりした末のご褒美が友達の私服姿なのだとしたらあまりにもささやかすぎるじゃろ。 とはいえそんな並々ならぬ愛情が注がれる羽川先輩やこうしてラブトークを繰り広げている千条ヶ原先輩よりも荒木先輩は忍ちゃんを選んだっていうのだからなんだかそこは奥深いところだな奥深くもあり奥ゆかしくもありそこもまた誰が一番好きとかそんな風に読み解いてほしい箇所ではないがのあれっ忍ちゃん我こそはナンバーワンなりと調子に乗らないのか ウンヌはわしをどんなやつじゃと思うとるんじゃだって嬉しい言葉じゃないか恩人や恋人よりも時に養女を優先する男だと分かってくれると信じているそこだけ切り取ると全然嬉しい言葉じゃないの。 そして仮にそこだけ切り取らなかったとしてもその言葉で言い表されておるのはわしにというよりもバサネえやツンデレ先輩に対する絶大なる信頼というように思えるがのなるほどそういう見方もあるのか悩ましいなアバン終了じゃの裸で待ってるオープニングもこれで最後か まさか本編と副音声で12回見ることになるとは思わんかったが最後となると名残惜しいわい名残惜しいそれはつまり私との副音声がということかなうぬとの副音声は何一つ名残惜しくないでも厳密に言うとテレビ放映時は尺の関係でオープニングを入れられなかった回が半分くらいあるんじゃなかったっけ 逆にエンディングに本編が入り込むこともあるよなそれはそのままパッケージに収録されておる版もあるんじゃったかな物語シリーズの歴史も長いからいろんなバージョンがあるのも確かだ時系列的には先になるけれど私がメインヒロインだった花物語と来たらテレビ版とパッケージ版でオープンエンドが逆になっていたりしたからなはにゃうぬがメインヒロインの話はてどれのことやらここに来てなぜとぼける 花物語のことは今まで何回も話題にしただろゃってそんなキャラじゃ絶対にないだろオープニング終了じゃアニメ物語シリーズファイナルシーズン第2弾「終わり物語」「忍」「ルの第6話 A パートじゃさあ長いぞこの A パートはこれまでの物語シリーズの中でも断トツで長いぞそうだな決闘の開始から決着まで余すところなく捉えられているからな やはりこのくらいの立ち合いとなると適切な水入りの箇所というのもなかったのだろうなそれに B パートからは時間が一気に飛ぶというのもあったじゃろそうだったっけどれくらい飛ぶんだったっけ一気に3月まで飛ぶ受験日当日まで飛ぶんじゃなかったかの8月から3月となると一気に半年以上飛躍するのかその構成も自由だなというよりその辺は例の後輩が暗躍しておるようじゃがの例の後輩扇ちゃんだな この時点ではまだあの子は直江津高校には転校してきてはいないのだやつが転校してきたタイミングは10月じゃったかな似たような構成ということであれば鬼物語の時もそうだったんじゃなかったっけあれも最後は扇ちゃんと荒々木先輩が話して締めていたように思うじゃったな あの時のシチュエーションは我が主様の部屋ではなく直江津高校の教室じゃったがそうそう鬼物語は始まりの部分もあの後輩との会話から始まっておるのでそういう意味では忍メールと構造は同じになっておるのかもしれん本編が階層として描かれておるのじゃな階層だから時系列がこうもややこしく入り組むというのもあるわけだ 例えるなら CD アルバムをランダムで再生しているようなものかまあこの曲順には意味があるのじゃろうから完全なランダムではないのじゃろうがの順番の意味じゃあ初っぱなのアニメ「化け物語」が時系列順だったのはランダムなのにたまたま揃ってしまったということではなくよかったのたまたま揃っててじゃないっちゅうんじゃ大体細かいことを言えば化け物語の時点でも時系列順にはなっておらんかったじゃろ 翼キャットは海藻の物語でもあったはずじゃんそうかあの時点ではゴールデンウィークに何があったのかがちゃんと語られていたわけではなかったそれを言うなら傷物語とて化け物語の時点では発表されておらんかったじゃろ下着クラブの時点では傷物語がどのようなストーリーラインなのかは謎めいておった そうでもなないいんじゃないか原作小説での順番はその通りだけれどアニメーションにおいては確か「傷物語」は「ひたぎクラブ」のアバンタイトルでアニメ化されていたのだからああそうじゃった振り返ってみると最初の最初からアニメ物語シリーズとはそういう独特の作りになっておったんじゃな。 今だからシリーズの独特さユニークさみたいに振り返れるけれどもやっぱりリアルタイムにおいては視聴者はなかなか面食らっただろうな。今でも視聴者が面食らう展開は多いがの。 この決闘にしてもそうなのかな荒々木先輩と獅子類聖主郎がどうして戦わねばならないのか疑問に思う視聴者もいたかもしれない決闘をそそのかしたウヌが言うなよだから決闘をそそのかしたつもりはないのだそそのかしたと受け取るのはそそっかしいと言うしかないそそっかしいのはウヌじゃそそばしっとれそそばしるってそんな言葉知らないよ実際そそばしったじゃろ我が主様から携帯電話を渡されて さっき我が主様があのセリフで示したのはバサネーやツンデレ先輩への信頼じゃと言ったけれどああいった局面で示されたのは後輩であるウヌへの信頼でもあったわけじゃなそう言われるとおもはいな私はただ言われた通りに走っただけなのだからそうメロスのようにメロスのようにじゃったら褒められたもんではないがのでもまあなんだかんだありつつも友のために走ったメロスはそれだけで褒められても良いのではないか 走れホメロスだどちらかといえばセリヌンティウスの方を褒めたいじゃろうちなみに走るにあたってというかラギ先輩が決闘に臨むにあたって私はラギ先輩とシューズを交換しているラギ先輩がコンマ1秒でも早く走れるようにと思ってのことだゃったのつまり最終的にバサネーのところに駆けつけた時には上着から靴から刀から我が主様は借り物ばかりで駆けつけておったんじゃなしかし 靴を交換してしまったウヌもその後あららぎ家に向けて走ることになったわけじゃがベストパフォーマンスは発揮できんかったんじゃないのかご安心めされよ。何語じゃよじゃからわしより古い言葉を使うな。 私くらいのランナーになると、どっちみち全力で走ったら、靴の底は抜けてしまうので、長距離の場合は、どんな靴を履いていようと大した影響はない。誤差の範囲内だ。うぬが人間なのかどうかが怪しくなってきたが、先輩から借りている靴の底を抜くなよ。最後に活躍の機会をいただけて、後輩としては感無量だ。 うぬといい人形娘といい機動力のあるやつは重宝されるのそういえばおの木よつげちゃんはこの血統の頃はどうしているんだっけことを収めるためのアイテムを取りに行っておったんじゃなかったかの元締めの本来のスタンスである先手先手の先回りというのかなおアイテムとはどんなアイテムなのだあんまり話したくないんじゃけれどやむをえんなそれがおとり物語での展開につながっていくのじゃが 要するにあの神社ひいてはこの町を統治する神を配置するための策略じゃなあーなんだっけ私はおとり物語については詳しくは知らないんだけれどご神体だっけそう我が主様が託されそれを保存しておった保存していたというとそんな負託を受けたかのようじゃが本来は使うように言われておったのじゃそれを我が主様が使わずに取っておったらそれを前髪娘に横あいからかっさらわれたという形じゃな 戦国ちゃんも別にかっさらいたくもなかっただろうけれどなその辺りでどうやら元締めの娘は我が主様を自分のプランに組み込むのはよくないと思ったんじゃないのかのじゃから月物語の際には直接コンタクトを取ろうとはしなかったこの辺りはわしの勝手な読みじゃが。 あららぎ先輩が誰かの予想通りに動かないというのは私も大いに同意するところだぞ誰かのプランニングを破壊するために生きているようなお人だそこまでだとは言わんがアロハコ僧くらいじゃないのか我が主様の動きをある程度系統立てて予測できていたのはわしと我が主様がコンビを組むことで世界が崩壊する可能性も読んでおったようじゃしのそれを読んでおきながらスルーしたっていうのもすごい話だがな そういう男じゃった単純な意味での人助けや事前行為は絶対にしないと決めているかのようじゃったのあくまでもバランスを取ることに終始するスタンスを崩すつもりはなかったようじゃ確かに私が相談した時もそんな感じだったなはっきり言えばそういうスタンスはアロハ小僧自身にとっても決して楽ちんなものではなかったじゃろうな 目につくやつを片っ端から助けてしまう我が主様のようなスタンスの方が実のところ生き方としては簡単なのかもしれん、うん考えさせられるな目の前の人を助けられたらそりゃ気持ちはいいのだろうけれどそのせいでもっと大きなバランスを崩してしまっている可能性もあるということかなそれも一つじゃろうしそれだけでもないのじゃろうなまじ対局を見るような視点を元締めから受け継いでおるだけに気楽なようで楽ではない 最も厳しい道を歩むことにななったんじゃろうなあるいはそれもやつに課せられた呪いのようなものだったりしての呪いそう影縫い夜鶴や手織ずるが道を歩けなくなったようにあの男もまた何らかの呪縛を受けておったとしてもおかしくはないだとするとやはり番外編待ちかそれはまあ番外編でよいのじゃろうがしかし本編よりも濃厚な重さがありそうじゃの。 宗の学生時代なんぞ誰が見たいんじゃという気もするがそうだなあのヒゲの詐欺師の学生時代っていまいち想像できないものな怪奇泥宗をヒゲの詐欺師だと思っておるのはウヌだけなのじゃと思うがオシいずこ子さんの学生時代の活躍は見てみたくもあるそれもその名で認識しておるのはウヌだけじゃが。 私は立ち会うことはできなかったけれど、いずこさんの舞台設定はとことん荒々木先輩が有利なようにハンディキャッピングされていたのだな。妥当ではあるけれど、よくもまあ、獅子類清志郎はそんなルールを受け入れたものだ。騙し打ちしようとしていたことからも分かるよ。決して正々堂々の戦士というわけではないのじゃが、ことが決闘となるとな。変な勝ち方をすれば、おめえを残すことになってしまう。おめえ 確かに初代飼い殺しは名声にこだわっているところはあったようだな。 もう一度輝きたいとかなんとか言っていたものなじゃから何度も言うようにわしへの気持ちがどうとか言うよりも己の肩書きを求めて復活を遂げたという見方も間違っておるわけではないのじゃいやいやだとしても忍ちゃんと一緒に成り上がりたかったんじゃないのかな単純にそう思えれば気が楽なのじゃが実際のところ野心が強すぎるやつでもあったマジで全然あったんじゃ 大立ちを返した瞬間こいつただわしを真っ二つにするという可能性はおいおいそんな卑怯なことをする男ではあるまい卑怯な手を使って我が主様は暗殺されかかったんじゃってまあ初代怪異殺しの卑怯を挙げつらうようなことを言ったけれどこの時の決闘に限って言うならば拘束じゃったのはむしろ我が主様の方と言えるかもしれんの。 星野さんが残したお札を使って人たち浴びせるのではなく人タッチ浴びせるという決着のつけ方だないやその解釈が合っとるわけじゃないんじゃぞ我が主様は決してうまいことを言ったから勝ったわけではない 四類清志郎の方も寸前で甲冑を脱ぐというルール違反ではないとはいえサプライズ的な戦略をとっているからお互い様といえばお互い様だがな全く困った人たちだな人たちをさらに重ねるなよりややこしくなる我が主様なりにひねり出した人間としての勝利といったところなのかなちなみにタイムスリップした先の神社ではあの社には違うお札が貼られていたのじゃふん なんとなく決闘は荒々木先輩の勝ちみたいな風に捉えていたけれど人タッチでは厳密には決着になっていないというのであれば事実上は引き分けなのかな荒々木先輩が用刀を振り下ろす前に忍ちゃんが姿を現したわけだしそうじゃな別に決着を妨げようとしたわけではないのじゃがあの時は体が勝手に動いたという他ない 体が勝手に動くのが遅すぎたくらいだけれどなそれを単純に感情論で捉えられてもまた違うんじゃがなあそこでわしが食らっておかねばまたいつかあの男が生き返ってしまう恐れもあった我が主様のようなあまちゃんが振りかぶったあの刀を振り下ろせたとも思えんしの絶対認めないんだな好き不好きで動いたって泣いてたのにあれは嘘泣きじゃ私の先輩が同じ嘘をついてた何で嘘泣きだって嘘をついてメリットがあると思うのだ 実際のところ400年前の話ともなると確かなことなんて何一つ言えないじゃろわしはわしで好き勝手に語るじゃろうし初代会議殺しは初代会議殺しで好き勝手にしゃべるじゃろうしどちらが正解ということもない歴史には正解どころか真実さえもないのじゃからただそういう言い方をするのであれば私の意見が正解だという可能性もあるわけじゃないかポジティブすぎるじゃろどんな自己肯定感じゃ ここから先は野暮なツッコミになってしまうんだがここでしのぶちゃんが初代飼い殺しをまあ食べちゃったわけじゃないかガツガツとああそれがどうかしたかどうかしたかも何もしのぶちゃんにとって食事っていうのは怪異殺しであると同時にエネルギーの補給でもあるわけでだったら荒ららぎ先輩と星野さんが封じたはずの鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードが復活しちゃうんじゃないのか ああそういう心配をしとったんかいやもちろん究極的にわしが怪異を食って食って食いまくっておればかつてのパワーを取り戻すという確率は決して低くはないのじゃろうが根本的にわしの存在は「オシのシノブ」という名前と我が主様の血によって縛られておるからの初代怪異殺しのあれほどまでに溢れ出た怪異軍を全部食べても決して怪異の王の復権にはつながらないというわけだ というかあやつは実のところこの時点でも張りぼてめいておったからの甲冑を脱いで青年姿を晒しておったが必ずしも完全復活を遂げていたわけではないそりゃまあ孫をことなき完全復活を遂げていたら人タッチなんて工夫をどう凝らしたところでペアリングが切れている状態の荒々木先輩に太刀打ちできるわけもないのかとはいえ無論完全に力を失っておるわしからすればとんでもない食い出だったがの 荒木先輩がまたいい風に締めるんだよな実行から400年の時を経て彼の自殺はようやく成功したのだったいい風なのか悪い風なのかはわしには何とも言えんがまあそういう言い方をしてやるとあの男も多少なりとも救われるのかもしれんの開始から13分40秒の時を経て「しのぶメイル」第6話の A パートはようやく終了したのだった。 しのぶメール第6話、はい、B パートださあ副音声もここからは薪きでお送りしないとすぐに終わってしまうぞいやそこまですぐには終わらんがな B パートで時系列は一気に半年以上飛んだとはいえここからも結構重要な内容が語られておるしの。 話している内容も確かに気にはなるけれどもでもしのぶちゃんそれ以上に荒ららぎ先輩の部屋になんで扇ちゃんがいるのかという疑問の方が先に立ってしまうのだが荒ららぎ先輩パジャマじゃないかパジャマじゃの扇ちゃんもパジャマ姿の先輩を前に何故こんないつもと変わらない感じでおしゃべりしていられるんだシチュエーションということで言うならこれかなりの早朝じゃからの朝っぱらから寝起きの先輩の部屋を訪ねてきた1年生という図じゃから違和感バリバリじゃそれを荒ぎ先輩の部屋に 先輩は何の疑問もなく受け入れているというのが一番の疑問点なのかもしれない自然体じゃもんなこんな寝起きに訪ねて来られたら相手が彼女だってもうちょっと緊張するじゃろうにこの時忍ちゃんってどうしているんだペアリングはとっくに回復されているのだよなもちの論じゃだからこの時も我が主様の影に潜んでおる とはいえこれは土葬町も土葬町じゃから昼夜逆転の生活を送っておるわしは影の中で眠っておるのうーんじゃあこの時のやりとりを忍ちゃんは知らないわけだそう中か わしに聞かれんようにあの後輩は我が主様の部屋を訪ねてきた節もあるのとはいえ忍ちゃんが聞いていなかった代わりに世継ちゃんが聞いていてくれたわけだわしからすればあいつが聞いてくれとったからなんじゃいっちゅう感じじゃがそもそも何で世継ちゃんが荒木らら家にいるんだっけ浴衣を着て湯上がり姿で浴衣を着て湯上がり姿だった理由まではわしにもトンとんとわからんが奴が荒木らら家におる理由はファイナルシーズンの第1弾である月物語で 語られておるよ月物語何気に私が知らない間に誘拐されて知らない間に助けられていた回だよなそうその時に奴は最終的に荒々木家に居候として元締めや影のイヨズルによって送り込まれたのじゃ。 居候って簡単に言うけれど現代では難しくないか我が主様の妹子のぬいぐるみとして居候しておる感じじゃのぬいぐるみって言うけれどだからお風呂に入っちゃってるじゃないかお風呂に入ったら気づかれるだろうああこの子はぬいぐるみじゃなくって死体人形なんだって死体人形がお風呂に入るのじゃって相当おかしいがなちゅうか普通に怖いわ死体がお風呂に入っておったら。 まだしもぬいぐるるるみががおお風呂に入入っておる方が受けれれられるじゃろ<お>でも実際は死体の方なんだろう荒ぎ先輩も扇ちゃんに疑問を覚えないのはまだしも世継ぎちゃんの入浴には一言あって叱るべきではないのだろうか我が主様の場合は一緒に入っておっても不思議じゃないけれどの。<laughs> <laughs> 影で吸血鬼は寝てるしお風呂に死体はあるしよく考えたら荒木家ってとんでもない家だなまあまあそういう言い方をすればそうじゃけれど別の表現もあるじゃろう影には幼女風呂には道女超怖い何その家正体不明で袖の長い後輩も朝から訪ねてくるしな袖の長さは関係なかろうが 荒々木先輩がそういう環境に慣れちゃっているというのが実のところ最もまずいようにも思うなだって月物語のあとってことはこの時の荒々木先輩って徐々に人間で亡くなりつつある途上なのだろうそういうことになるのこの時も鏡には映らないこうして見る限りこのままだと自分が吸血鬼になってしまうという危機感を感じないのだけれど一度は我が主様を吸血鬼にしたわしが言うのもなんじゃが。 蛇娘の件を経てあのご主人様は少々自罰的にもなっておったからの故にそういった必然的な吸血鬼化を受け入れておるのかもしれん獅子類清志郎との血統が尾を引いているというのもあるんじゃないのか交わした言葉は少なくとも吸血鬼から人間に戻れなくなった彼と接点を持ったことが荒々木先輩の感性に何の影響も与えなかったわけもないだろう自罰的になる経緯を思えば仕方ないにしても 初代飼い殺しに倣って自殺までされたらたまったもんじゃないからあまり影響を受けられても困るんじゃがのでも女の子は同じような相手を好きになるっていうからな何百歳のわしを女の子扱いしている時点からうぬの間違いが始まっておるとしみじみ思うんじゃがな <laughs> まあそういうことにしておこうかぶっ殺すぞなんでうぬの方が年長者みたいに振る舞っとるんじゃわしはうぬをどういうことにすればいいんじゃ ところでなんで荒々木先輩はこのラストシーンで北白蛇神社に向かっているんだ受験当日の朝だって言っていなかったか本編でも人形娘相手にさらっと「君のご主人様が行方不明になった場だよ」って言っておったのいろいろ忘れすぎだろうって人形娘も我が主様に言われたくはなかったじゃろうけれどな君のご主人様ってつまり影縫よずるって人のことだよな えあのの人今行方不明なのかその辺りのくだりは実はこの副音声を収録しておる時点ではまだアニメ化されておらんのじゃがアニメ「暦物語」の中での出来事じゃなアニメ「暦物語」アプリで配信されておる物語じゃそういうのもあるあーあれだ日常編みたいな アプリで配信というのがそもそも新しいなそんな日常編が順調に配信され続ければいずれは影のイオズルが行方不明になるどんな順調だ日常編を続けていたら行方不明者が出るのか荒木先輩らしいと言うべきなのかどうなのかまあいずれはパッケージ化されるじゃろその時に一体誰が副音声を担当するのかというのも気になるところだなわしとうのでないことは確かじゃバカな奴隷コンビは出禁なのか出禁っていうか解散じゃよ解散 コンンプライアンス的にも解散じゃろ B パート終了だやっぱりあっという間だったなそれも時間の問題かな最後のエンディングだえっとこの場合「暦物語」に続くという終わり方で良いのかな続きが「暦物語」なのか劇場版「傷物語」なのかそれとも「終わり物語」なのかこの時点では何とも決めかねてしまうのだけれどどうじゃろうな このパッケージが発売される時には暦物語は完結しているはずじゃがの「傷物語」について言えばまだ第2部の熱血編は公開されておらんはずじゃ一番正当な続編っぽい「終わり物語」の「下巻については戦術の通りまだアニメ化が決まっておるわけではない作中の時系列のみならずアニメ化のバリエーションも多々あるからとことんややこしいのだな。 それでもうすぐ副音声も終わってしまうがウヌは他に言っておきたいことはないのかじゃあ「鬼畜ギャルソン」シリーズは現在第25弾まで出ているという告知だけはしておこうかな訳のわからん告知をするな第25弾って表紙イラストは獅子類清志郎がモデルになっているその小説の作者ウヌじゃないのかではではアニメ「終わり物語ファイナルシーズン第2弾終わり物語括弧中忍メイルはこれにてファイナル 副音声のお相手は何かいいことあったらエロいなカンバルするかと何かかいいことあったらいいの推しのしのぶの奴隷コンビだったぞ全部うぬがいっちゃうな奴隷コンビだけは本当にもう二度とやめてね